日本神奈川県横浜市南区マガネ町マガネ町は、神奈川県横浜市南区の町名。現行行政地名はマガネ町。ただし、次町名として1町目と2町目があり、通常は町名まで表示する。住居表示未実施区域。郵便番号232-0021。面積は0.084平方キロメートル。横浜橋商店街横浜市南区東北部に位置する。 北で中区や余町、東で永楽町、南で満成町、南西で浦船町、西で白田江町、高根町と隣接する。横浜の中心市街地を貫く大通公園に隣接する一帯で売春禁止法が施行された昭和33年まで真金町遊郭を要した旧赤線地帯で同様に遊郭があった隣接する永楽町と合わせて、 英神遊郭街と呼ばれることもあった。もともとは吉田新田寺南三つ目で、明治初期から市街化された。明治13年、火災により消失した高島町遊郭が当地へ移転し、赤線廃止まで遊郭街として存続した。遊郭転入後に、富士見町、山田町の一部からマガネ町が分立した。明治22年の市町村政志向の際、横浜市に編入。 昭和18年12月1日の南区新設に伴い中区から編入される。赤線廃止後、西風俗は以前からの青線地帯であった小金町の特殊飲食店街や接種会場後の福富町で起こった特殊浴場街に主役が移り、さらに昭和末期からは都市計画の規制の隙間をくぐり抜けてファッションヘルス等の風俗店が乱立した町が、 横浜市の風俗街となっている。明けぼ町に隣接するマガネ町は逆に、横浜橋商店街を要する、下町の住宅街に変貌し、赤線当時の建物も年月の経過につれて、建て替えが進み、マンションビルが立ち並ぶなど名残はほとんどなくなっている。だが、五番の目になった区画や大足神社などの存在が、かつての面影を忍ばせている。現在は、 外部から移入してきたラブホテルが4.5件営業している程度で、政府属産業とはほぼ無縁である。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。横浜市営地下鉄ブルーラインが北部の地下を通るが、駅は設置されていない。 隣接する高根町に所在する坂あ橋駅が利用できる。ありがとうございます。